同志们，同志の皆さん，现在，ただいまより，我代表，慎んで，第十七届中央委员会，第十七届中央委员会を代表としまして、向大会做报告，大会にご報告を申し上げます。报告已经，報告は印发给各位代表，すでに、はい、皆様に请各位代表されております。審査のほどよろしくお願い申し上げます。今天我就不念报告全文了。それでは本日は全文を読み上げるのではなくて、集中的に要点のみ申し上げたいと思います。中国共産党、中国共産党第十八次全国代表大会、全国代表大会是在我国进入全面建设小康社会、ゆとり社会决定性阶段召开的一次十分重要的大会。という重要な時期に開催された極めて重要な意義を持つ大会であります。中国特色社会主義偉大旗帜、大会の特色は中国の特色は社会主義の旗印を掲げ、鄧小平理論と三つの代表思想を指針とし、思想の解放を行い、改革の解放を行い、そして求心力を高め、困難に力を集中させて、困難にぶつけて乗り越えて、そして揺るぎなく社会主義の道を歩む、そして全面的に取り合う社会の実現のために奮闘するということを掲げます。此時此刻、この今私たちは一つの感覚を共有していると思います。我们党团结带领全国各族人民の道を歩んで、我が党は把贫穷落后的旧中国人民をまとめて变成日益走向繁荣富强的新中国，から豊かで繁栄した新しい中国に導きました。中国民族展现出光明前景，偉大なる勃興復興の未来が明るいものであります。我们对党和人民，我々は党や人民に対してこの素晴らしき偉業を成し遂げたことに対して誇りに思っています。党と人民が確立した理想に対してますます自信を深め、信念を固くしています。そして党の持つ歴史的な使命、責任に対してますます認識するようになっています。今国内の情勢、党内の情勢、そして国際情勢が引き続き大きく変化変動をしている中です。我々はリスクに直面していますし、チャレンジに直面しています。かつてないような状況です。党を挙げて人々の信任に応え、人々の要望